幼州教は、台湾の政治家。全台湾高尾県県庁。元民主身ポト中央常務委員。後に、中国国民党所属。国立台湾大学で土木工学を学んだ後、台湾将棋会議員、立法委員、高尾県庁を務めた。高尾県庁時代は、農業生産の倍増や、農家の年収増などの実績を残した。 2010年12月に高尾県が高尾市に九州合併されるにあたり合併後の新市長を選ぶ選挙が同11月に行われるのに先立ち同5月に民進党の公認候補者を決定する党内予備選が行われた当時の高尾市長である陳菊と洋の一気打ちとなったが陳に17.84ポイント差をつけられ敗北した予備選後当初は 全力で陳をバックアップすると表明したが、8月に入り、公認を得ずに出馬すると表明、間もなく、民進党を離党した。しかし11月の本選挙では、北東部の原住民居住地3区で、陳の得票を上回ったものの、それ以外の35区では陳に圧倒的な差をつけられ、結局41万5000弱を獲得するに止まり、82万票を、 獲得した賃には遠く及ばず落選した。知人の友人である工学者、岡村はじめが、高知工科大学理事長を務めていたことが縁で、2011年10月から、同大大学院工学研究科の博士課程に留学。大気汚染などを研究していた。農業政策などにおける実績を買われ、2012年2月、馬英級政権の下で、 政務委員に任命された。要は、日本留学を中断して就任した。2013年には、国民党への入党を申請し、翌2014年11月の統一地方選挙では、再び、高尾市長選挙に、国民党候補として、陳菊に挑んだが敗れた。ありがとうございます。